それでは始めさせていただければと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それでは代表幹事から何か応答ございますでしょうか。G20 いろいろと結果を見て、インドのそのいわゆるリーダーシップというのがすごくグローバルサウスの中で強いものがあったんじゃないかなという今日は見て、本当に何もまとめられないようなそういうフラグメンティブな状況が、あの中にある中で、よく一定の方向性が出たなというのは、やはりこの最近のインドのそのいわゆるその強さというのが、こうリーダーシップというのが、やはりグローバルサウスのリーダーを目指したい、そしてロシア、中国という西方の陣営、そして米、日、欧という西方の陣営、その間に入って、G20 をうまくマネージしたんじゃないかなと。残念ながらそのロシアに対して、戦争責任に対する言及が強くなかったのは遺憾なことですが、よくやっぱりああいうそのインテレストが交錯する中で、求めたというのはやはりインドのそのリーダーシップというものがやっぱりこう確実に世界の中で上がっていったんだなと、そういう印象を受けました。以上です。ありがとうございます。それでは、幹事社であるフジテレビから一つ質問をさせていただきたいと思います。今週に入ってですね、長期金利が 0.7%、約9年半ぶりくらいの水準まで、一時上昇しましたが、これについての受け止めと、遠くない将来にマイナス金利が解除されるというふうに言われてますが、それに対しての危惧とか期待とかありましたらお考えを伺えるかと思います。長期金利は1% までは許容するというのが、市場としては、短期とは違うものの、この今後の金融緩和政策というものに対する変化があるんだろうなということを見越した可能性があるなというふうには理解しているんですが、一方で、いわゆるマイナス金利を、改定してくるというのは相当可能性が高いんじゃないかなと。今のその市場が円安にこう行ってるわけですけども、それって市場、いわゆる経済の本当のこのそのあり姿、本来であれば、マイナス金利の状況ではないんですよね。ある一定の経済成長も当然してて、実質の成長も1% 強ある中で、ある意思を持って金融緩和してるっていう、ここにちょっとギャップがあるんですね、市場の原理と。そこに対して、そろそろ変えなきゃいけない、いわゆるノーマライゼーションに向けて、やっていくんだろうなという、日銀総裁の思いがですね、早期に来るんじゃないかなという、こういうことで、今の円安の状況からすると、日米のその経済のというか、金利の格差ほど経済の格差があるという、こういうことではないんだろうなと。そういうふうに思いますと、金はないんですが、ひょっとしたら年内にあるかもしれないというのは、その通りだろうなと。またあってもいいのかなとは思います。しかし、これによる影響というのは、そのいろんなところに影響する可能性もあるんで、対策として、打たなきゃいけない。むしろ対策としては YCC がなくなるというぐらいのことが起こるときに、対策はそのまでにやる方が重要で、ある程度マイナス金利のことは市場が織り込みつつあるのかな。そういった意味で円も100、円とね、長期金利を別にするわけですけども、円も、150円突破して1億いくという感じでもなくなってきたかなと。こういうことなんですが、一方でアメリカの景気は結構いいんで、日本も
決してそこが高くて悪くないんでね、少しそのいわゆる日銀の政策と市場というか経済というのを乖離を、やはりノーマライゼーションしていく方向性を 0.6 から 0.7 度になっていった、それは見てるんだと思います。ですから私自身はこのマイナス金利が早々に解消されるべきですし、解消されるだろうなというふうに思います。ただし、だからってすぐ YCC が撤廃されるようなそういう状況ではないと思います。これはやはり大きな経済に影響しますから、まあ、長い間この超緩和をしてきて、その徐々にこうしていかないと経済に対する影響が大きいんで、まあこれもマイナス金利の改定イコール YCC がすぐなくなっていると、こういうふうには全く思ってないです。まだそういう準備状況準備をしている状況で、新陳代謝が始まる可能性があるので、その時にはやはりその職業がなくなるような方々にリスキリングをして他に移れるような、こういうスムーズなトランジションができる、もしくはある一定の期間必要される方々には手厚いまあ、スキルをもう一度、そして必要手当とか、そういう、しっかりとした仕組みを作った上でやっていかないと、混乱を応用する可能性、ミスマッチが当然出てきますから、そういった意味で会社はいわゆる競争力がない会社は仕方がないよね。一方で人は救うっていうところ、ここの部分がそのあまりも時間的にずれちゃうと、やっぱりそこを救うための失業対策、そして移動先の確保、まあ、これは今人手不足であるわけですけれども、ミスマッチというところを解消するためのリスキリング、そしてその前提となる、キャリアデザイン、今まさに新しい資本主義で成長戦略として歌ったものを早くやらないといかんの。でそれの実現とともに、YCC というものをノーマライゼーションして、ただマイナス金利についても早く私たち産業界が、まあ次の24年の春闘を大体予想できるようなそういう状況が出てくることで、まあ、これは一つ出てくるんだろうなと私は思うんです。ただこの人手不足はそう簡単に解消できる状況ではなくて、がゆえに、私は来年の賃上げというのはやっていく、そしてまたがゆえにいい人材を私たち企業が、採用できる、また残っててもらえる、そういうことがますます必要になってくると思うので、来年に向けても賃上げが行われてくるだろうなと思うんです。がゆえにマイナス金利もなくなってくる。ですから、まあ、なんとかすみません、言い方があれで、来年の賃上げというものが多分確認できてくるだろうな、そういう状況にあるということが、マイナス金利がなくなっていると大きなポイントだと思います。長めなんですね。ありがとうございます。同じく幹事社毎日新聞町野です。よろしくお願いします。はい、私からのジャニーズ事務所とのスポンサー契約の件でお伺いします。故ジャニー喜多川氏による性加害問題を受けてですね、大手企業が相次いでジャニーズ事務所所属のタレントの広告への起用を見直す方針を出しています。でサントリーホールディングスのですね、はい、事務所から納得のいく再発防止策ですとか被害者救済策などの説明があるまでは、新たな契約を結ばず現在の契約も満期で終了して更新しないという方針を示されています。でまずちょっと代表幹事としてと言いますか、サントリーホールディングスの経営者としてのお伺いにもなるかもしれないんですけれども、7日のジャニーズ事務所の会見で説明された、再発防止策ですとかガバナンスの対応に対し、今回サントリーさんの対応で決めるにあたって具体的に不十分であると感じた点があれば教えていただければと思います。でまたそもそもこの問題といいますか、性加害が長年続いてきたことなど一連の問題への受け止めも改めてまずお願いします。まず第一にですね、チャイルドアビューズというのは絶対立っちゃいけないことですね。でそれに対して今回謝罪もあったんですが、基本的に、現体制がこのような形で、そのチャイルドアビューズがあったことに対して本当に真摯に反省しているのかどうかというところがまず
大変疑わしい。やはり本件に関してはガバナンスもしっかりとした体制で二度とこんなことがあってはいけないということが本当に示せたのかどうかというのは大いに疑問でありそうではないというそういう認識をしております。これはもう国際的にも国内であろうが国外であろうが全くもって断固としてこういったこともないように、すると、そういった意味で事務所に対しては、断固として企業として、スタンスを取る、ジャニーズ事務所を使うということはチャイルドアビューズを認めることになるということになるということでまずサントリーとしてはそんなことは絶対にあってはいけないということで会社としては明確なスタンスを示しました。同様に、日本企業として、これは世界も見ています、海外のメディアからも相当な注目を浴びています。そういった意味で、日本は、その人権そしてチャイルドアビューズは当然のほうに最もやってはいけないことでというかやっちゃいけないことがたくさんですけども本当に、ダンプとして毅然たる態度を企業として示さなきゃいけないこういう事象だというふうに、思います。ですから何度も言いますが、このジャニーズ事務所の 今回の、いわゆる調査の内容そして それに対する対応というのは、不十分なのであるゆえにジャニーズ事務所を、のタレントを起用することはチャイルドアビューズを企業が認めることであるということであり国際的には非常に、非難の的になる。当たり前のことを人権侵害をするようなことをやってはいけないやってはいけないことをですね認める判断するできるものではないこのように思います。一方で、働いておられるタレントの方々に対しては大変心苦しいことはあります。しかしながらいろんな手があるんではないかなと例えば他の事務所に移るとかいろんなことがあると思います。今働いている方々には本当にご苦労をかけるなというふうに思いますが、もし事務所の方々もそう思われるんであれば、救済策を取るなり、ガバナンスのストラクチャーを変えるなり、そういったことをやるべきではないかなと。また名前がそのまま残ること自身もどうお考えになるのか、それを聞いた被害を遭われた方々がどう思うのか、もっと真剣に考えるべきではないかなとこのように思い、サントリーとしてもまた経済同友会の代表としても、大変、これは遺憾であるというふうに申し上げたいというふうに思います。もしご本人であったらまた親を出せればどう考えるか、まあ、絶対、こういうことはあったりじゃないこのように思います。重ねてて恐縮ですけど救済策ですとかガバナンスのストラクチャーであるとかっていうところで何か具体的にどこが不十分であるっていうですとか代表幹事としてお感じになることがあれば伺いたいのと、あと名前が事務所の名前が残ることはどう思うかという話ですけれども、手を返せばもう名前は変えられるべきだというふうにお考えかどうかというと2点伺いたいと思います。2番目のご質問からすると、どういうイメージを持つかなって被害が現れたのか自明ですよね。それと 100% ファミリーが持ち続けることで本当に二度と再発がしないかと、もっといろんな目線で経営がされるべきではないかなとこのように思うわけです。ありがとうございます。私から以上です。日経新聞の方です。よろしくお願いします。明日の話にはなるんですが、私から内閣改造について伺います。また明日の正式に発表があった段で代表幹事からも何らかのコメントがされるかと思うんですけれども、現状こう国内外でいろんなその政策課題が山積している中で、政権運営であったり政策運営に関して、新しい改造内閣に期待されるところであるとか、またどういったこう注文をつけられるのか、どういうスタンスで対応されていかれるのか、現状でのお聞かせください。明日のことですからまだわからないんですが、ぜひとも経済上今実質賃金はマイナスでありますから、ぜひこのインフレの中で悩む国民と寄り添える
そういう経済政策をきちんとできる体制を作っていただきたいな、そして、ぜひ今そういった意味でこれから人材の流動化で賃金を上げるんだと、まあ、こういうことを政策で掲げているわけですね。やりきっていただけるそういう体制、これをお願いしたい。またマイナンバーもいくつかの課題を抱えているわけですけど、これもちゃんとやりきって、このデジタライゼーションのその基礎を作る、基盤を作るわけですから、ですから継続的にこういった基盤を作り、そして、今申し上げたように経済、そして経済を回す上で非常に重要なのは、今いわゆるそんなにこう飛び抜けて良くなってるわけじゃないですけども、堅調であるという状況であればあるんで、そしてまたインフレという状況、そういうことを考えたら民間主導の経済になっていくようにしっかりとワイズスペンディングをやり、本当に経済を活発化させるための生きたお金の使い方になるように、財政運営、そしてまた先ほどの西井さんの今後の政策ですけど、金融運営もやっていっていただきたい。それができる、つまり実現ができるということが、また何か変わったから新しいプランが出るんじゃなくて、いわゆるインプレメンテーション、つまり実現をしていただける、そういう内閣になっていただきたいなというふうに思います。いいところに来てますんでね、デフレから、まあ、インフレにもなってきたわけですから、今度はモードを変えて、民間主導の経済にする、それをぜひやれる内閣にしてほしいというふうに思います。ありがとうございます。幹事社からは以上です。各社さんお願いします。読売新聞の取材です。大きく2点あります。テーマは1つなんですけれども、先週、損保ジャパンのビッグモーター問題に記者会見がありましたけれども、本日の閣僚会見で大臣が19日にも立ち入り検査されるというふうに、まあ、直接的にもはっきり聞きますけれども、全代表幹事の会社である、まあ、そういう財界トップを輩出した企業が、まあ、こうした形で、ガバナンスの問題を起こしたということについて、率直にどのような感想を持たれているのかというのが言って、合わせて先週の会見の中で桜田前代表幹事が自分自身にその責任がないとは言わないという形でもおっしゃられてますけれども、まあ、現時点でのその責任というと、タイミングである、まあ、何らかの その処分的なものというのはまだこれから、第三者委員会になるというところ、調査委員会に待ってという形でしたけれども、で桜田さんが現役の代表幹事時代に他社の不祥事、ガバナンス問題などについて問われたときに、必ずそのガバナンスの問題について厳しく追及されてたというところを踏まえて、今回のその桜田さんの対応、この辺についてどのように思われるのか、この2点、よろしくお願いします。まあ、3時間半にわたって記者会見で聞いておりますが、まあ、その時に私は記者会見でないんで、まあ、今後の金融庁の調査、そしてまた社外取締役による調査ということで、桜田さんがおっしゃってたということなんで、まあ、その結果次第なんだろうなというふうに思います、まあ、でご自身が今おっしゃったように自分自身の責任がないとは言えないと、まあ、この辺がまさにご自身がおっしゃられている全くないと言っているわけではなく、今後まさに金融庁の調査、これが一番重要だと思うんですが、そこにおけるガバナンスに何かしら問題があったということであれば、金融庁そのものが何かしらの判断をするということになると思うんで、まあ、調査の結果を見てということが一番重要で、今それが分かっているわけではないんで、私自身が桜田さんに対して今どうこうというコメントをできる状況ではないと、やはり事実が出てこないとそれについて判断すべきじゃないと、私自身も代表幹事を拝命させていただいてますから、やはりそういうその事実に対してどうこうということはコメントすべきだと思うんですが、事実がない中でコメントすべきことではないなというふうに思います。
ガバナンスに欠陥があればそれはあの会社としても責任があるので、ただ問題がどれだけの責任かという責任の重さというものは重要で、それがあのやっぱり調査の結果次第だというふうに思います。産経新聞です。今の問題に関してですね、2つ視点があると思うんですけど、例えばホールディングス会社が事業会社の、ガバナンスをどこまで責任を持つべきかといった点、ここが一つの焦点になっていると思いますが、それに関してどういうお考えを持ちかというのが1点と、桜井さんがその代表管理をやられている間にこういった事態が進行していたということで、いわゆる代表管理というのは日本経済のリーダーの人が、企業の最高経営責任者を兼ねて出ることで、何らかのその企業経営が片手間になってしまうのも恐れがないか、そういう2点のお考えを伺います。まず事業の、例えばホールディングスの中に、何十社という同じレベルの会社があれば、その事業においてどこまでのガバナンスをするかという、それは会社によっても違うと思うんですが、重要事項に関してはガバナンス上重要なことは常に何かあれば報告される体制があってしかるべきだと思うんですが、6割の売り上げがある、それなりの重要な大きな子会社である。しかし、この取引そのものをどこまで、見て、その内容を親会社であるホールディングスに報告するかどうかというのはやはりその会社次第だと思うんですが、事情がどういうふうになって報告の義務がどうなっているか私も存じ上げないので、ただやっぱり経営としては先ほどご自身の責任はないわけではないとおっしゃったところが一番重要で、やはり ご存じだったかご存じじゃなかったかということは別にしても、重要な問題が発生したということに対しては、佐野さんもおっしゃったように、全く責任がなかったのではない、あとはどれぐらいまた関与していたかとか、そういうことには責任 その親会社の責任、ホールディングスの責任というものが出てくると思いますが、会社によって相当その濃淡はあるんだと思います。ただ最終的には全くないとは言えないと思います。これだけのことが起こったので。ですからご自身も全くないとは言えないということですが、どこまでかこの先の申し上げた通り、それはどこまでちゃんと報告されたかとかいうことだと思うので、そういった意味で調査の結果を見る必要があるのかというふうに思いました。2つ目は片手間になったと、まさに1番目の質問で、どこまで、ガバナンスを持ってガバナンスというかというのは、これ、その外を一つの言葉で細かいレベルでやるのか、ビニール、サイニー、そのホールディングスが見えないんで、ホールディングスがあるわけで、一番重要な人事だとか、大きな投資だとか、そういったことが一番ガバナンス上、そして、リスクということで、どこまでのリスクを、見ていくかと。いう意味で、私の今の代表幹事のこのポジションで、私もホールディングスの社長をやっておりますが、常に、どんなことであれば重大なものと、自分の信頼するリスク担当の役員がこれは重大だというものは常にこれ相談ができる、そういうようなことにはなっておりますので、そういった意味で多分に、損保ジャパンさんも、そして損保さんもそういうことになっていたんだというふうに思います。そういった意味で、片手間にそうなったというと、リスク案件は多分に、ある一定のレベルは任せ、ある一定は伝えてくれる、この一定のラインが会社によっても違うんじゃないかなとは思います。ただし何度も申し上げますが、それはもう何か会社に重大な問題が起これば、責任の一端はどんなことまで代表幹事やってようがやってまいの、それは関係ないんですけど、ある程度の責任がある、どこまでの責任があるかということです。
日本放送の畑中です。話題がありまして、原発の処理水の放出なんですが、昨日の1回目の放出がありまして、不思議ということであるんですが、市は経済産業大臣の発言に進められているという認識を示したようなんですけれども、改めて、ここまでの深い考えを感じたいことを思います。大変政府は丁寧にやられたなというふうに思うんですね。そして地元との対話も行い、そして今回、第1回目ちゃんとできたというところは、順調にやってきたんだという評価に値すると思うんです。残念ながら中国から の同意はやられなかったということはございますが、あくまでも安全であり、そして安心できる、そのいわゆる科学的根拠に基づきで、ALSP のある種ですね、ああいう技術も東芝さんだと思いますが、ああいう技術も導入して、揮発して、最大限の注意をしてやられた。とりわけ、地元の漁業をやられている方々、理解はしていただいたということで、こういう対応をして、わざわざ総理も西村大臣も出向いて、対話を望んだということが、大変重要な、その役割に自らがリーダーシップを取ってやってきたということは、今回の完了ができたということの大きなポイントではないかなというふうに思います。そういった意味で、いわゆる閣僚みんなが一致団結して、とりわけ総理のリーダーシップのもとにやったということは、私は評価したいというふうに思います。ありがとうございます。朝日新聞の青田です。話題が戻りまして、ビッグモーターでもう一問ですが、桜田さんのところでちょっと重ねてなんですけれども、桜田さん会見の中で、新浪さんもさっきおっしゃってましたけど、早く報告が欲しかったというふうに説明していらっしゃいますが、そのリスク案件として早く報告、これは大事な問題だから、その耳に入れとかなきゃ、議論しなきゃっていう報告がなかったということ自体が、ガバナンスがうまく機能しなかったではないかと思いますが、そこのところはそのホールディングのトップたる桜田様の責任だというふうにお考えになられますかというのを最初に言いました。結果論として、桜田さんがおっしゃったように、全く責任がなかったわけではないというのは、多分それも指して言われているんだろうなというふうに思いますね。しかしながら、ある程度のその任せていくということが重要ですから、このバランスということは経営上すごく重要なことなんです。ですからホールディングアウトに橋の上げ下げまで指示をしているんじゃ、これ何の意味もないし、当然のことながら事業を健全に拡大することはできない。大きくするためには任せてやっている、この狭間にあるのがどこのレベルまで報告をしていくかと、これはあくまでもその任された人のある程度のその考え方によるものです。でも結果責任はやっぱり、一番上の人にはあるんですね。ですから、その先ほど申し上げたように、どこまでの責任があるかというのは、やっぱりどういう体制になっていたかということが分かり、その体制に基づいてやってたのか、そしてまたそういう体制になってても言えなかった、言えた、そういう風土という、そういったものを今金融庁並びに社外の取締役を中心とした第三者委員会なりが調べておられるんだろうな、このように思います。あとその関連でもう一つ、桜井さんご自身もその事業会社の取締役を兼ねていらっしゃいますし、そのホールディングカンパニーの役職以前に損保ジャパンの社長も務められていらっしゃって、でかつそのビッグモーターという大きな取引先との関係について全く知らなかったというふうに説明していらっしゃいますけど、そういうことってあり得るものなんですか？これは会社によって全然違いますので、あり得ることも言えるし、でもご本人がそうおっしゃって、それもまたあれだけの多くの方が見られた中でおっしゃってるんですから、ご存じなかったんだというふうに思います。
あともう一つ、ビッグモーターの問題が大きくなったときに、いずれ淘汰される会社だったのではないかと、かつて南さんおっしゃっていらっしゃいますが、損保ジャパン、この間の会見でですね、その取引の再開にあたって、そのビッグモーターとの関係を重んじて、保険の契約者のことに思いが至らなかったという説明をしていらっしゃいましたが、これって損保ジャパンもいずれ淘汰される会社の側に入っちゃうようなものの考え方ではないかとも思うんですが、そこはいかがですか。いや、必ず会社というのはいろんな危機が来るんですよね。ですから、この損保ジャパンさんが、からまた親会社損保ホールディングさんが、これをどう捉えて、今後のガバナンスをはじめとした、二度とこういうことにならないような体制作りをするかだと思います。で、私は思うにビッグモーターの場合はですね、これは完全に犯罪ですよね。ですから経済犯罪でもなくて、これは本当にまずれだというか、とんでもない犯罪ですよね。ですから、そういう会社が世の中に、生き残れるわけがなくて、これとは質的に違うことであって、全く。これは経営判断ですから、経営判断は間違いだということですね。だから、これはもう全く違うことで、その経営判断の間違ったことはどういうことであり、二度と繰り返さない、そういうふうにしていきましょうという会社は、まさにこういった危機の時に乗り切った会社を逆に伸びる、いかにそういったことのないようにしようということがちゃんと教訓に残る会社は、逆にそれが、後々見えない資産になっている。でもビッグモーターは全然違う問題ですから、またこういうことをやる会社が本当に、再度その同じように穴が見つからないでずっと言ったら、社員そのものもこの会社で、その仕事をやってもいいというものがなくなりますからね。だからこうやって見つかって、そして本当に浄化をするということであれば、また再生する可能性もあるわけですから、それとビッグモーターの話と損保さんの話というのは全然異質な問題だというふうに思います。すいません、たくさん聞いて恐縮ですが、ジャニーズの問題に戻ります。企業として の取るべき対応は冒頭 のやり取りで聞かせていただきましたけれども、この問題が表に出てきたのって今急にというわけではなくて、長い歴史があるわけですが、その間その日本社会全体として対応が良かったというふうに指摘をされていますけれども、企業の今回CM などでの起用の見合わせが相次いでますけれども、逆に対応が遅かったっていうふうに皆さん考えられますか。どのレベルの方々がどう理解してたかっていうか、こういうことが分かってたかっていうか、正直僕は存じ上げないんで、ただこうやって公表され、そして被害者の皆さんが訴えて、そしてそれがそうであったということが明確になったということ、そしたらもう当然明確になる前はですね、ある意味想定無罪、しかしこれだけ明確になって、その被害者の皆さんがこれだけおられるということは我々企業として、感化することができないというのが当然ですので、その前は事実が分かんない中でいろんなことが噂として流れてたというふうに承知しているわけです。でその噂は私は聞いたこともないですし、今回はこれだけのことが起こり、そして、その多くのファンがいる中で影響は大きいですよね。そのことも考えなきゃいけないというふうに思います。先ほど申し上げたように、本当に働かれているタレントの皆さんには本当にご苦労だと思いますので、どういうふうに対処したらいいかって、私の専門分野ではないんで、産業として。ただ望むべくはやはり事務所として被害に遭った方々 その救済を、ね、いかにするかとか、こういったことをせめてもしていただきたかったな、それを明確にもっと大きな枠組みで打ち出して、そこに先進していただきたいなというふうに思います。正直言ってチャイルドビジネスですからね、心のトラウマは想像以上だと思います。
ういうことも考えて差し上げる必要ないんじゃないかなと、まあ、すみません、ご存じなかったということですが、最高裁の判決で訴訟なく確定している案件がありますが、そこも含めて地方の社会というか企業、まあ、我々メディアも含めてなんですけれども、やっぱり感度が良かったということなんですか。その通りだと思います。で、まあ、そういった意味で、これを契機にもっともっと感度、ここも反省しなきゃいけないと思います。ありがとうございます。人権ですか。政治的な受け皿みたいなですね、そういう動きになっていくような可能性とか、そういう期待とかですね、そういうのがあるのかというのが、もう一つはその、まあ、大企業とスタートアップの連携によって、その経済面というのですね、効果をどう期待したらいいのかという、ちょっと抽象的な話ですけど、はい、教えてください。まず、政治的な受け皿という目的は多分にあまり考えてないんですよね。むしろ企業が NPO やインパクトスタートアップの方々とこういわゆるマッチングの場ですね、そして企業のパーパスにマッチした NPO の皆さん、またインパクトスタートアップの方々と知り合って、そこで何々をやりましょうというコミットメントを得ていく、お互いの。そこがこの間の分科会で行われたことで、まあ、10を超えるコミットメント、企業サイドからこういうことで、協力しますよと、例えば、お子さんで非常に、貧困の家庭で育てられたと、そういう中のお子さんが企業の食堂行って、そこで働いている人たちの食べている食堂で、職域食堂を経験してみるとかですね、これとはすぐやれるよね、じゃあそういうものをやろうよとか、ね、企業ができることによって、その社会の、例えば今なんて非常にある意味はすぐできることで、そしてあ、こんなところでこんなものを食べたよって、そういう思い出を作って、そしてあ、楽しかったねってそう思ってもらえる子どもさんにね、それによって NPO の皆さんたちも自分たちが苦労しているものは企業が協力できるわけですよね。だからそういったようなことをやりましょうとか、そういうものからもっと複雑なものまで、そして、企業そのものが自分たちの掲げるパーパスに合っている、まあ、そういうようなことを実現していきたい、そして公がやるところと公ができない、もしくは我々企業でしかできない分野ってあると。でとりわけ企業が一般的にやらないのは経済効果がないところなんですが、まあ、議論したのはまさに経済効果がないけども、企業の人材としてこういう社会をもっと良くしよう、問題解決をしていこうと考える人材が育つことによって、そういう人材が企業を支えていくということになる。ある意味ではリベラルアーツなんですが、そういったことが NPO インパクトスタートアップの方々と接することによって、今まで違う分野を接することで視野を広くし、またその問題解決に参画することによって人材が育成され、そしてまた一方で社会問題の解決が糸口ができ、それができていく、最終的には私は工場そのものが今のような無駄なお金を使わずにしても効果的になるように、そういったいわゆる国民経済的なその経済効果というのはあるんだと思います。ただ大きなそういうものよりも小さなものの積み重ねをしていくことで、
企業経営にも役立ち、そして、社会問題の解決をするということができれば、同友会としても大きなその一歩になるなということで、ただ一つまだまだあの NPO の皆さんもインパクトスタートアップの皆さんもこういう大企業と接点を持ってないとこんな大きなレベルなかったんで、やっぱりお互いが最後はあの椿を飛ばして議論ができるようなまだ関係にはなってないんですね。ですから回数を重ねていくことが必要で、その回数をごとにコミットメント、難しいコミットメントもやれるようになっていくんじゃないか、企業ももっと学ばなきゃいけないし、 NPO も企業というものを学んでもらう、そういう場作りを取り返してやっていきたい。その結果として、まあ、助け合っていく社会を作ることによって、一方でアニマルスピリッツで新たなものを作ってやっていくっていう、この合わせ技ができる社会を作っていきたいと、まあ、こう思っています。ですからあまり経済効果だとか政治的な効果とかそういうものではなくて、まあ、積み上げで、やっていこうと、まあ、こういうことなんです。まあ、10年以上前ですが、新しい公共との違いというのは、要するに新しい公共は、まあ、政府が後ろ本土を取って民主党政権がやってましたけど、それと違い、まあ、違う別問題と考えたら被ってるとこあると思うんですね。あの時の実はメンバーあんまり変わってないですけど、藤沢烈さんとか大西、まあ、さんとか語り屋の皆さんとか、本当にその方々が実は生き残ってやってきてるんですね。それでそれにそういう方々がいるんで、まあ他の NPO の皆さん、そして大きく変わったのはインパクトスタートアップっていう、あの時にはなかった、例えばパタゴニアみたいに社会問題解決しながら基準を上げていくっていう、こういうものも出てくるわけで、でもしくは公がやるんじゃなくて自分たちがやることでその分安くなった分をまあ、インパクトボーンで買ってもらった方にお返しするとか、新しいビジネスモデルが生まれてきています。ただあの時の発想というのは今と大きく変わるものはないんじゃないかなと、私はあの時のメンバーだったんで、理念は一緒だと思うんですが、ただ一番その多分違うとすると、企業はもっとそこにコミットしていくこと、それがあの時の10年前に比べてステークホルダーキャピタリズムになって、今までのその資本主義では問題が多いんだと、それによっていわゆる資本主義は解決がゆえに問題を持ったものを解決しようというので、問題の発想はちょっと違ってきているというのはあるんじゃないかな。資本主義はいいんだけど、しかし問題が大きいよねっていう、その辺からの発想が、まあ、企業サイドとしては あるんじゃないかなという。あの時は官邸中心の松井さんを中心にした副官房長官のそういう問題意識、そこはちょっと違うかもしれない。でも やってる理念はなんか一緒の感じがしますけど、公に頼らないっていうことですね。それでは、はい、ありがとうございました。